ヤマハイズルヤマハイズルは、かつてヤマハが製造販売していたオートバイである。シリーズ車種として、廃棄量別に車両が生産され、1986年から1992年にかけて販売された。エンジンは RX50、80をベースとして開発が行われており、速さよりはローコストで、レーシングマシンイザーのイメージを楽しもうという趣旨で作られている。 今も継続して行われている12インチタイヤ採用のミニバイクレースのきっかけとなるモデルだったが、後を追う形でホンダから発売された NSR50 の本格仕様の車体、パワーに圧倒され、結果的に短命になってしまった。旧式の空冷エンジンを採用していたため、水冷のライバル勢と比較するとピーク時に弱かったことから、個人により TZR50、 125RZ125DT200SDR 等のエンジンへの世界が行われた例も多い。後継モデルは TZR50 を挟んで発売された TZM50R にあたるが、TZM は打倒 NSR50 を念頭に開発されたことから、車体構成はほぼすべて別物となった。ただしガソリンタンクは共通である。イズル50には、 複数の特別使用者が存在し、1型は合計4車種が限定生産された。イズル50の2型では、車体色変更のほか、骨格形状変更、キャスター角変更、内燃機搭載方法変更、排気管装着位置変更がされており、主にアメリカ仕様と部品の共通化が図られている。2GX 型のイズル80をベースに 50cc へ、 仕立て直したモデルで粘土モデルを展開しているため、1型、2型の区別はない。なお、このアメリカ仕様が販売されていたことから、イズルには非常に珍しいカーカー製のチャンバーが存在する。3CE 型のイズル80をベースに仕立て直したモデルで粘土モデル設定がなく、1モデルのみ継続販売された。ありがとうございます。